青山エムズタワー青山エムズタワーは東京都港区南青山ににある高層ビルディングである。東京地下鉄の子会社である東京メトロ都市開発株式会社が所有、運営しており、テナントとしてホテル、住居、及び商業施設が入居している。施設は地上25階、地下1階建ての高層棟と地上2階、地下1階の低層棟から構成され、 2008年3月31日に完成、同年4月11日に開業した。建物の延べ床面積は14,400平方メートル。敷地、建物は L 字型の形状で交差点をまたいで青山通りと外苑西通りの2方向に開港している。完成後には不動産会社、東急リロケーションとの賃貸契約により、構想棟には、 滞在型ホテル、東急ステイ、青山プレミアと家具付きチンタイマンション、東急ステイ、青山レジデンスが入居し、低層棟は商業施設、パサージは青山となっている。ホテルと住居はいずれも東急ステイサービスが運営しており、ホテルは東急ステイの期間ホテルとの位置づけで中長期の滞在にかなう小型キッチンや洗濯乾燥機などを各部屋に整備。 ビジネスユースや外国人長期滞在者の取り込みを狙ったもの、家具付きの賃貸マンションは、東京都内で2軒目となる、東急ステイレジデンスで、住戸面積が35から50平方メートル、ホテルのフロントサービスの利用が可能で、月額賃料は42万円からとされた。なお、このビルの建設や管理、運営手法などについて、猪瀬直樹東京都副知事が、著書、地下鉄は、 誰のものかで苦言を呈している。青山エムズタワーの所在地は、青山メトロ会館の跡地である。同会館は、低都高速度交通営団の福利構成施設として1971年3月15日に完成し、2005年3月31日に閉鎖されるまでこの地で営業していた。同地は、会館閉鎖の翌月より、東京メトロと関連会社の地下鉄。 ビルデイングによる再開発が進められ、青山エムズタワーの完成に至った。ベルコモンズ向かいに、青山エムズタワーから、都市型商業施設も渋谷経済新聞。2007年4月12日、2011年6月23日、閲覧 ABCD 東京メトロ、青山ベルコモンズ向かいに、高層ビルマイナス滞在型ホテルも渋谷経済新聞。 2007年11月22日、2011年6月23日閲覧。高層ビル、青山 M ズタワー完成へ引く、商業施設テナント発表渋谷経済新聞、2008年3月1日、2011年6月23日、閲覧。ありがとうございます。